一気に暑くなってきた今日この頃、いかがお過ごしですか？時にはゆるく、時には熱く、チームの仲間と一致団結直球勝負、ノリノリで盛り上がる年に一度のスポーツ祭典。それでは行ってみましょう。北里大学第52回球技大会。皆さんこんにちは。今年もやってまいりました、エキサイティング系スポーツ司会のサリーです。今年は院長の石倉さんをお招きしております。院長よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今年みんなをまとめるのはなんだかよくわからないこの男。院長、球技大会への思いを教えてください。あ、やはり球技大会というのはですよね、熱い思いと言いますか、なるほど、内容盛りだくさん、楽しみですね。それでは各会場に中継がつながっている模様です。総合体育館の別府さん。はい、お待たせしました、あなたの別府です。ということで、こちらはバレーボール会場でした。第一総合グラウンドの辻です。日の当たる世界に出てきました。暑くてしょうがありません。大丈夫？かなり先が思いやられる展開ですが、ソフトボール盛り上がってます。はい、スリーオンスリーの山健です。会場の準備が着々と進んでいます。これから熱い戦いが始まります。山健イケメンスリーオンスリーエキサイティングです。はいはい、こちらサッカー会場のアミュです。ご覧ください、裸足です。これも一つの雨対策？こちら雨にも負けず頑張っています。少しグラウンドコンディションが良くありませんから、皆さんお怪我のないように。はいはい、ドッジボール局員のサチです。トゥルトゥル大明神のおかげでこのように晴れました。みんな頑張ってます。トゥルトゥル大明神が何なのかは後ほどお伝えするとして、ご覧ください、一人マトリックス。ところで委員長、今年の注目競技は何でしょうか？はい、私の面白いミニ企画が目白押しです。ミニ企画会場、皆様お待たせしました、これが噂のミニ企画のキャリーマルマムです。明らかにわざとらしい。ミニ企画はいろんな種目が用意されているので、手軽に楽しめること受け合い。ぜひ時間を見つけてエントリーしてみてくださいね。さておき、今年の運営は大変だったんじゃないでしょうか？そうなんです、総勢100名の実行委員が徹夜覚悟で頑張りました。それでは VTR 開演。やってますね、仕事してます。どうしたの？なんで？まあね、ナマステ。さらに今年はこれで日本バレーをご祈祷しましょう。てるてる大明神お願い、球体当日は晴れにして。だから降ったんじゃないの？いいですね、最高です。みんな頑張ってますね。それではぼちぼちお別れです。もう終わりですか？肝心の競技は大事するだけですか？バイバーイ。とにかく今年も盛り上がった球技大会、実行委員の知られざるミッションの数々に感動しながら、エキサイティングなダイジェストをご覧いただきましょう。来年も皆さんのエントリー待ってるよ。それでは See you。